ちょっとどこ行っても話してるんですけども、佐野では初めての話なんで、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、長島ゆと監督の話です。長島さんっていうのは、すごく英語の得意で、お好きな方で、外国特派員 のインタビューの時にですね、長島さん、英語でいろいろ喋ってくださいって言ったら、レディース・アンド・ジェントルマンとか、グッド・モーニングとかですね、グッド・ナイトとか、いろいろ英語で言ったらしいです。で、最後に一言言ったのが、ワン・プリーズって言ったんですね。長島さん、最後に言ったワン・プリーズっていうのは、どういう意味ですか？一つよろしくって言って。それで、長島さんが私、天才だなと思ったのは、一昨日ですかね、多摩川の練習場、二軍の練習場に行ったんですね。相変わらず英語がうまいんですよ。行ったらですね、さあ行こう、ゴーって言ったんですよ。それから昨日ものすごい DeNA と巨人 の試合がありまして、最後延長戦で、さよなら負けしたんですね、12対10。で、その時、長島さんがやっぱり感想を聞かれてですね、長島さん、今日は試合いかがでした？いやー、素晴らしいゲームだったよ。ナイスゲーム。以上です。それでバンド演奏で、デイズイーブレイクなんで、バンジョーの早弾き、バンジョーをフューチャーした曲であります。
Thank you.
に来たんで